自分がね、やっぱり成長してるんじゃないかなっていうのがあります。カメラの前で何も喋れなかった自分がいたんですね。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言は竹内仁さん。竹内仁さんの名言で、継続していれば何でもすごいことになるということで、竹内仁さんのプロフィールをお伝えしていきます。竹内仁さんは、日本の物理学者、地球物理学、東京大学名誉教授、理学博士、1949年、科学啓蒙家、科学雑誌、ニュートンの初代編集長、代々木ゼミナール、札幌校、元校長の方です。ということでですね。継続していればと。まあ、私もそうですよね。この名言継続していれば、すごいことになってますね。確かに。動画の再生回数がぐんと伸びるっていうのもね、まあ、そこまであんまり気にしてないんですけれども。あとですね、まあ、登録者数ですよね。徐々にですけど、ほんと亀の歩みですけれども、増えていって、すごいなと思うところがあるんですね。本当はもう登録者なんかずっとゼロなんじゃないかななんていつも思ってたんです。動画を始めた時ね。自分で始めた時に、まあ、誰も登録しないし、再生回数もないし、まあ、いつまで続けんだろうこれと思ってね、やり始めたのがきっかけですね。きっかけと言いましょうか。思った感想です。もうそれから2年、3年近くも経ちましたけれども、登録者がね、350名を超えたのもすごいことだと思います。まあ1000名というところをね、目指したら収益化というのもあるんですけれども、まあそこまで目指すわけではありませんけれども、一つね、こう、自分がね、やっぱり成長してるんじゃないかなっていうのがあります。カメラの前で何も喋れなかった自分がいたんですね。もちろん何を喋ったらいいのかもわからなかったです。フリートークで始めるということをモットーにしてですね、やり始めたことですから、本当に言えなかったんですね。初期の頃って。知識もなければ、ね、どう言えばいいのかなんてなかったんです。まあ、毎日こう、1時間ずつね、いろんな本とかね、サイトを見たりしてて、自分で知識をいろいろつけてきてですね、なんとかこう、ここまでやってこれたんだなと。継続って本当大事だなと思うんです。毎日こう、やってですね、気分が落ち込んだ時もね、あって、嫌なこともあったりしましたけれども、なんとかね、まあ、365日まではいかないんですけれども、ほぼ365日、こうね、動画が流せるようなね、スタイルが貫けてるということにね、少しだけですけれども、誇りを感じております。本当に、継続していればね、自分が思ってたところに到達するかはわからないんですけれども、何かこう掴めるものがあるんじゃないかなって思う。これはマラソンしかり、走っているとやっぱり、走らないで気持ち悪いとかね、とか思うんですね。私も今日ちょっとね、いろいろあって体調が悪くてですね、まあ走れなかったんですけれども、朝これからまた走っていきたいなと思ってますし、そういう気持ちになるのことが一番大事じゃないかなと思うんですね。継続しないと何もスタートもゴールもできないです。諦めたっていうのは簡単にできるんですよね。明日からやらなきゃって決めたら何とでもなるんですけれども、継続するっていうのはやっぱり大変な思いです。歯磨きするような気持ちですよね。毎日歯を磨かないと気持ち悪いというぐらいのね、人間にならなきゃいけないんじゃないでしょうかね。まあ、そういうことがすごいこと。継続毎日することだと思います。それが一番大変だと思うんですけれど、これからも私は動画ね、このスタイルを貫いてやっていきたいと思っております。本日も一日よろしくお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価、よろしく。
お願いいたします。これからも毎日元気で配信していきます。よろしくお願いいたします。